わ、すごいね。じゃあお参りそこが最近とりあえず。二礼二拍手。バイ。幸せが詰まってる。もう何種類ある。金色や。金運商材繁盛。来た。いいやん。すげえ。あ。それはお金がザクザクと入ってくるとか来ないとかっていう。さあ問題のこちら。はい。もう見えてしまう。マジ。来て一緒。さっきの正吉じゃなかったっけ？違ったっけ？あれ何だったっけ？なんだっけ？中吉が。おー、まあまあ。すごい。なんかいろいろあるね。ちっちゃいやつから。あ、この奥にあるんや。俺ら逆側から来たな。本当は多分向こうから入らんとあれやった。行きましょうか。橋を渡って森を抜けた中にあった。暑い暑い。あ、じゃあなんか2つあるけど、まあとりあえず池に行こうか。あ、浮かんでる。まだすごい。それから100円か10円を赤い飯のところへ乗せて心の中でお祈りください。やりますか。よさぎいける。おう、字が浮かんできた。で、で、10円を。おう、おう、おう、おう。あ、いかがだ。どうぞ。たまじゃくて、いい感じ。あ、上に。寝てしまうな。頑張れ頑張れ。これで。書いてることが違う。この最南と最北来たる。東と北。北吉。こっちは。すべてが良い方向へ向かっている。東と南吉。吉。おお。いい方向に向かってる。やったで。あ、じわ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 水が入ってきてるじゃん。これはもう沈む方向で。お、あ、沈んだ。これ沈んだらもしやダメなやつ。いやいやいや、絶対沈むから最後。すげえ、めっちゃ頑張ってるこれ。おたまじゃくしに沈まるんじゃん、これ大丈夫。おたまじゃくしが狙おうとるけど大丈夫。あ、
結構結構頑張ったね。これで陽子が早く沈むと陽円が早く、遅く沈むと円が遠いって言われる。早く沈んだ方がいい。あ、でも15分以内だから大丈夫。で近くで沈んだら身近、遠くで沈むと遠方の人。これくっついてますね、真ん中でもう一つになってるもんな、ここキュッて。すごいな。そしてここめっちゃ涼しいな。よかったね。